私、久世君と一緒に会長選に立候補することにしたわ。ええ、存じております。私を選んでもらえなかったことは残念ですけどね。久世君のこと愛していますよ。この世の誰よりも私は正親君のことを愛しています。アリサさんは正親君のことをどう思ってらっしゃるのですか？好きなんですか？え、私は愛していると申し上げたの。わからないけど、クセ君のことは渡さないから。とりあえず今日のところはその言葉を聞けただけでよしとしましょうか。それでは美術部に向かいましょう。